拉致被害者曽我ひとみさんが佐渡市で講演し、拉致問題が進展しないことに憤りを感じると話しました。佐渡市内の学校で小学生や中学生などおよそ40人を前に講演を行った拉致被害者の曽我ひとみさん。一緒に拉致された母の三好さんは未だ帰国できていません。曽我さんは拉致問題が進展しないことや政府の具体的な動きが見えないことに対し憤りを感じていると話しました。解決とは本当に程遠く、北朝鮮との交渉も続けているのかさえわからない現状に本当に憤りを感じております。この公園で人々に拉致問題を伝えていくことが大切だと思いました。拉致が起きちゃいけない問題だと思うし、許しちゃいけない問題だなというふうに毎年講演を聞くたびに思います。曽我さんは今年市内15の学校や佐渡を訪れた修学旅行生にも講演を行う予定です。